こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂46の久保しおりさん、清宮霊さんお疲れ様でした。2024年7月3日水曜日、この時間私佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。えー、下半期です。えー、さあ、下半期の目標を決めておきましょう。ちゃんとした大人はね、下半期の目標を立てるもんですよ。 まず、上半期の目標がどうだったかっていうのを、まず、これチェックするのか、ところから始まるのね。上半期の目標、歯医者に行く。これはギリクリアです。6月に行きました。ちなみに、先週の段階では検査だけ。いや、俺さ、いや、違うさ <laughs> 40の半ばになってさ、なんで俺歯医者の報告しなきゃいけないの <laughs> ま、先週の段階では、検査だけだったんですよ。でね、まあ、そこの検査の時点で残念ながら手遅れの、手遅れの歯が1本あったんです。ね、中で折れてるみたいな。 あの、虫歯が中で折れてるって言われて <laughs>。で、これを抜くことになりまして、まあ、先週の放送では来週の生放送には抜いてると言ってましたが、どうやら、そのスタッフの皆さんの間では、あいつ芋引いていかねえんじゃねえか <laughs>。行くと思う佐久間行くと思うっていう話し合いがされてたらしいんですよ。私ね、あの、行きましたよ。行ったんですよ。行ったんですけど、そのー、 たまたまその担当になってくれた、あのー、医師の方が、その、火うと水曜と金曜しかダメだって言われてて、で、水曜オールナイト日本あるじゃないで、で、まあ、スケジュールがってったら金曜だけなのよ。で、金曜行ったらもう即抜きますって言われて、で、先週金曜だったんだけど、その、行く直前ぐらいに、別に芋引いたわけじゃなくて、マジで、これ思ったのね。<laughs> 今日抜いてオールナイト富士子の生放送大丈夫かって思ったわけ。その、 晴れないかと。たまにあるじゃない。俺奥歯だから。あのー、これはやっぱやめとこうかと思ったんだけど、それを思いついたのが、もう、その予約の30分前だったから、これ、い、うん、その、<laughs> 思いついたというか <laughs>、<laughs> 思いついた語弊があるね。<laughs> <laughs> うん。行かなくていい理由を思いついたじゃないんだよ <laughs>。<laughs> <laughs> あのー、 かもなって思ったのよ。だから、これ急に不安になったのが30分前だったから、でもこれでドタキャンはおかしいから、行って、先生に相談しようと思って、行ったわけ。で、行って、さあ、佐久間さん、今日は、あの、まず抜きます。抜くのは30分くらいで簡単です。で、その後で、その、ママよはついでに、他の治療方針も全部、あと、死列強制をするかどうかも、まあ、一応、 しないパターンとプランと考えてあるんで、その説明だけ聞いてください,みたいな。わかりました、わかりました。ちなみに、俺、今日、そのな、夜中に仕事があるんですよ。ちょっと、あの、画面に出る。晴れませんかねって言われて。すごい晴れるんじゃないですかね。あ、晴れないです。<laughs> え、なんでですかいや、もうあの、佐久間さんのその歯は、もう死んでるんで。<laughs> 死んでるんですよ。あっさに抜けます。<laughs> だから大丈夫す。うん。本当ですかって言って。じゃ、麻酔ついてありますって言ったら。いや、でも、その、塗り薬で治ったりはしません。<laughs> <laughs> あ、無理です。あの、佐久間さんの歯な何回言いますけど、死んでるんで。一本。<laughs> あの、塗り薬で治るとかじゃないです。あの、死んでるんで。<laughs> 神経も。あ、そうですか。で、麻酔を打ちますって言うようになって。あれ麻酔で、 呂列とか、そういうのが、回んなくて生放送が、ちょっとご迷惑をおかけするみたいなのありませんかって言ったら。あ、それないです。あの、今4時なんで。あの、佐藤さまんの生放送1時じゃないですか。あの、麻、ま、酔、あ、は4時間で切れますんで大丈夫です。<laughs> あの、4時間で切れるってことは痛くないですか堂々 <laughs> 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 巡り。<laughs> 大丈夫です。 大丈夫です。あのー、ちゃんと、処方箋も出しますロキソニンとかも出しません、ね。大丈夫ですっっ。で、まあ、それ打ちまーす。つって、もう、まあ、あっさり抜けてさ。ほんとに。うん。これがね、痛くなかったんですよ。ちゃんと。もう、上手な、あのー、司会の方だったんで。で、来週、その、もうどうするかっていうのを、あの、もう一回相談するんですけど、あのー、右の奥歯を抜いたから、そうすると、ひ、 右の前歯の奥。あ、だから、右の下の奥歯を抜いたのね。それが死んでたわけ。そうすると、右の前歯の奥歯は、噛み合わせ場所がないから、まあ、これも本当は抜いてもいいんですけどね。抜いて、そこを広げて白、白、白付き合すると、ここの刃も、あの、要は、なくなりますっていう、そういうプランもありますけど、どうしますっていう。 死列強制のこと考えないと抜いちゃって、こう、あの、ひ、俺二重に刃が入る、入ってるから、そこのとこだけこうやると、まあいいんですけどって言われて、でもそれって痛くないですか <laughs> <laughs> まあ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 、痛い,いか痛い,いかもしれません。みたいな相談して。数は足りてるっていう言われて、うん。<laughs> みたいなこと言われて、ああ、そうなんですね。でもそんな大事ですかって言って <laughs>、で、それで、 どうしたいんですかって言われて。<laughs> じゃあまた来週話しましょうって言われてる状態。うん、あ今だから右の奥歯が一本ない状態なんだけど、あのー、快適。<laughs> 本当に。だから俺多分虫歯で痛かったところだから、俺、だからあの気づいたのいてから、あのー、染みてたんだなっていう <laughs> つキンキンに冷たいやつが染みてたのに慣れすぎてて、それがなくなったからねっていう。うん 飯は、まあ、ではあんま変わんない。うん。大丈夫、大丈夫。だからもう、あのー、デンタル関係はそんな感じですよ。あのー、みんな芋引くと思ってたでしょ。ちゃんと抜きましたから。えほっ,ほっときそうでしょうん。俺もほっときそうな予感はしてる。<laughs> えここまで来んのいいでしょだから、目標ってから6ヶ月。6ヶ月。 で、ちなみに、だから俺は前の歯医者を頓挫してから、痛いからっていう理由で頓挫してから、あと怒られるからっていう理由で頓挫してから8年行ってなかった。<laughs> で、俺はその間にやったのは電動歯ブラシを買ったり、そのなんとか、あっち機械の力とかで良くなんないかとか、そのフロスとかちゃんとやってたけどね。でもまあ、もうほんと、あのー、死んでたんだって。死んでる派。死んでる派に、<laughs> 死んでる派にフロスやって。<laughs> 死んでるのに救急捜査みたいなのずっとやってたんだよ、俺。<laughs> そうなんですよそれを無だだったってうこともあって、まあ、あの多分信頼できる歯医者さんなんで、ちゃんと相談しますもう一度。えい,くいつ入れるあこれね入れな、入れるかどうかを、あ、入れるっていうか,なか、ブリッジで入れるみたいなんだけど、それは先にこの上の歯とかをやってからの方がいいんじゃないみたいな話をしてたから、それを相談してからですね、ね入れない可能性もあるからね <laughs> <laughs> でもな、そうすると正則さんだからな、正則さんのこと笑いにできないからな。 あのー、で、下半期の目標ですよね。何にしようかって。年末に達成してる場合かどうかチェックするっていうふうに言われてるんで、なんだろうな年間通してってか、俺50代までの目標はもう一回なんか違う代表作を作るみたいなのがあったんだけど、それは仕事の目標じゃん。仕事はどうなるかわかんないから。<laughs> だ、あれかな。そのうん、あのね、ディレクターの一緒にやってる、たまにやってる斉藤さんが、あのー、<laughs> 子供が空手習ってて、で、子供が空手習ってるのに合わせて、その、大人の空手みたいな、そのおと、お父さんも一緒に習ったやつがあって、それでなんか、あのー、なんか区の大会で2位になったんって。<laughs> で、14キロ痩せたのよ、斉藤さんが。で、確かにちょっとかっこよくなったなと思って。な、俺も、その、ちょっと今それに感化されてる。あのー、ちょっと痩せるっていう。<あ>ちょっとね。<laughs> あ 空手やんないよ。うん。それはやっぱ俺別に娘が、娘が空手やったら俺がやるけど。<laughs> <laughs> 娘も習い事してないね。うん。うん。娘もだってもう高3だし。うん。してないから。まああと、まあ実は下半期の一個、もう一個の目標は、あの、もう最後の半年なのよ。娘と面倒作るの。それが、だから、まあ、 これは、あのー、一個、もう一個の目標としては、あの、卒業するまでに、本当に豪華な、ちゃんとしたキャラ弁を作りたいっていうのがある。まず、それが、まず一個。それと、あのー、今、娘とか、あの、妻もなんか、わかんない、ダイエットしてるから、あのー、それ、もうちょっとある。うん。何キロえー、に,に <laughs> 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 うわ今もうスタッフの、全員の、全員の軽蔑の顔。シャバー <laughs> 今、えー、90、91? うん。そんなもん。うん。だから、今何キロになるかっていう感じ ?2 位。2位だ,だね。あ、いやでも俺今、うーん。いや、俺95くらいあるかもしれない。<laughs> <laughs> うん、目標93。<laughs> え ?2?2 はダメ。5。5ね。いや、さ、おじさんの5キロのダイエットって結構大変な本当に。あの、違うのよ。あの、リスナーの5キロの考え方と。うん。もしかしたら、そのなんか、うん。その、本当に科学の力使わないと痩せないかも。<laughs> <laughs> ないから。わ <laughs> かったわかった。じゃあ、年内までに5キロ痩せないとどうなんの どうなんのこの目標っていうのは。どうなんのジョジョエン弁当。<laughs> なんでさ、スタッフ全員にさ、ジョジョエン弁当を送んなきゃいけないのよ。一回だけ、この放送5年間の間の、あの、中でジョジョエン弁当一回だけ送ったのは、新しいリースナー知らないかもしれないですけど、その、番組始めて2年目 ?3 年目ぐらいの時に、一回大遅刻したことあるんですよ。 生放送の10分前に入ってくるっていう、いうことが一回だけありまして、その時に、あの、スタッフ全員にジョジョイン弁当を抑止を送ったんですよね。それ、それクラスのこと俺がダイエットするって言ってしなかった。<laughs> 俺の勝手な話なのに俺のミスでも何でもないのに分かったよ。でもまあ。でもな、人数で言うと、123456789と、あとはまあば、まあ、あの、 プロデューサーとかも入れると10とか12とかでしょ人数を間違えちゃうと斉藤が着服するからね <laughs>。斉藤が着服するからなカルビ弁当の上だけ食ったりするだろう <laughs>。あのね、別にあの、この斉藤だけの話じゃなくて、ジョジョエン弁当の時に限って、テレビでもあるんだよ、着服するやつが <laughs>。 あれ一個、なんか、こんなエスタッフいたっけなみたいなことがあるから、これ、サイトはあるよ。一個先に食べちゃって、で、終わった後に、なんか、普通の顔して食べる可能性あるでしょだ,だいたいサイトが受け取るから。前回はだってまだ証拠不十分だったんだもん。だ前回は、あの、証拠不十分で、一応知見に回したけど、吹きそうでしょあ <laughs>、うん、稲荷。稲荷に関しては。稲荷着服に関しては吹きそう。あ、うん、だから、こっちも、こっちっていうか、まあ、福田も、 あのー、ちょっと、なんつうの今回は、ショック不十分であげられませんでしたと俺に言ってきたから。<laughs> うん。だから、まあまあまあ。だジョジョエンベントも、じゃあ、俺ジョジョエンベント送んなくてもいいようにするからね。<laughs> うん。ちょっといや、半年で5キロは無理かもしんないな。うん。やっぱり、3、2。<laughs> 1月1キロなんて無理じゃん。だって、そんなの。<laughs> みんな簡単なのそんな風に。<laughs> まあまあ、ちょっと。な、これもう、あの、今日は決めないでおこう。決めきんないでおこうぜ。うん。わかった。うん。いや、検討するよ。お約束したくない。本当に怖いから。え約束しないでおこう。<laughs> いや、もうほとんどのコメントも。いや、はかんない。はかん,んない、はかんない。 いやだいやだ。もうやだ。プライバシーだから。<laughs> プライバシーだから。俺まだ、わかんないわかんない。俺も5キロ痩せたいって気持ちはまだあるけど、そう約束はしてない。別の目標を立てるから。プライバシーだから。<laughs> 時代じゃないし。お前ら古いよ。<laughs> 古い古い。ああ。 ちょっとこれはもう、うん。俺の中の気持ちが分かればいいでしょうん。<laughs> 少し前に痩せた、うん。少し前に痩せたのは、まあ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 、あのー、仕事が忙しくて単純に痩せたんだけど。<laughs> <laughs> 20代の時は何キロだったかって、えー、20代の時は多分、えー、っとね、70キロ。かな。25キロぐらい太ってる。 うん。それはそう。うん。上半期みたいな、上半期のまとめみたいのが出てくる時期なんですよ。<laughs> 皆さん。こんなのありましたよ。福島経済新聞上半期 PV ランキング。地元福島の。えー、福島県民が興味を示しているのは何なのか。1位。福島大森にコストコ再販店エムズストアがオープン。<laughs> あのー、上半期一番興味関心を持ったのがコストコの再販店っていうのね。知ってるコストコってそういうのがオッケーなんですよ。コストコで仕入れて、それを売るのがオッケー。最近そういうお店が増えてるらしいっていう。で、基本的にコストコって遠いですからね、これ。あのー、コストコって、あのー、なんつったらいいんだろう。どの家からも遠いじゃないですか。<laughs> うん、端的に言うと。なんとなく感覚として、誰の家からでも遠いんで、 ねえ、だからそういうのあるらしくて。で、福島にはコストコがないんですよ。岩きからは茨城のひたちなか店が近いんだけど、1時間以上かかるから。で、福島市から山形とか仙台の店舗が近い。ってなると、再販店ができるっていうのは県民的には祭りなんですよ、わかります祭りなんです。で、2位は、福島野田町に20、トゥエンティフォー福島店がオープン。 これスイーツの24時間無事販売所 <laughs> 餃子とかじゃなくて <laughs> これは福島のデカトピックなんですよ。地方のリスナーは共感してくれると思うんですけど、こういう話題がね、盛り上がるんですよね、これね。お袋からも連絡来るもん、やっぱりその東京に当たり前にあるものがないからね。お袋も喜んでるから。あと、ちょっとあんまり関係ないんですけど、日本語のあのバリ経済新聞ね、バリの経済新聞ってあって、2024年上半期の PV ランキングを出てたんですよね。これが1位。 サヌールに和食ラーメンレストラン、塩ラーメンをメインに提供ってのが、だからバリの日本人にとっては上半期ラーメンレストランが1位ですから。これは。うん、俺はね、並ぶのが嫌いマンだから、飯好き。本当に飯好きなのに、ラーメンにはなら、詳しくないの。うん。ねえ、ちなみにバリの5位は、米田の2店舗目ができたって記事。<laughs> え、バリって米田2店舗あんのすごくない <laughs> <laughs> コメダってさ、最近結構いろんなところでできてるじゃないですか。駅前とかにでき始めてるじゃないですか。俺の体感だけの話でいいですか。え、コメダって満員じゃない時なくないコメダって満員じゃない時なくないですか大体早い,たい入ると整理券で並ぶでしょうだからコメダ充電できるからそこに入ろうと思って、まず最初の選択肢に、あのー、作業できると思ってコメダに選ぶと、 並んで結局諦めるの連発ね。あれ何なんだろうねで。米田都内のどこに行っても混んでるから、まだ増やせるってことでしょただね、俺ね、米田の都内で唯一、まあまあ空いてるとこ一個だけ見つけたんだよね。まあこれあんま言いたくないんだけど、その、銀座の、あの、舞伎座の先にあって、小畜の向かいぐらいにある、あの、グリーンな米田があって、その米田はあれなんですよ、その、ビーガン。 だからあのあのハムカツもなんか大豆で作ったハムカツみたいな、あのなんつうなりのコの、ダのジャンクさが全然味わえない、メダなのね。<laughs> <laughs> まあ、その、もろもろ気にしてる方向け、だからクリームも全部豆乳だしっていう、東銀座にあるんですけど、そこのコメダだけ、まあまあついてる、まだ、ああそれはやっぱメダのやっぱ醍醐味じゃないから、<laughs> 実験店だからかもしれないけど。 で、そこだけだね。それ以外の米田はもう、どの町行ってもさ、ね。俺、ちょっと前、下丸子だっけなあの、神奈川の方の。下丸子にも米田があって、下丸子の方にロケで行かなきゃいけなくて、で、1時間半ぐらい早かったから、下丸子の米田に入ろうと思ったら、下丸子の米田もその、なんつうの、20分、30分待ちですみたいな、大行列だったよ。う、は、ん、あ。そんな感じだったもんね。 あのー、ということで、えー、それでは今週も始めていきましょう。佐久間信幸のオールナイト日本ゼロ。改めましてこんばんは、佐久間信幸です。毎週水曜のこの時間、佐久間信幸のオールナイト日本ゼロをお送りしています。あのー、ダイエットに関してちょっと否定的というか、無理じゃないかって言ってたのは、ちょっと言っちゃいますけど、まああのー、これサブちゃん始めたじゃないですか、YouTube の。これサブちゃん始めて2キロ太ったんです <laughs> <laughs>、うん、あの、サブちゃんが、 あの,の飲みながら回す、ね、飲みながら回すと結構食うんだよね長く喋るからそれでね俺サブチゃン始めてね1 5キロか2キロくらい太ったんだよねうんひなべの店行ったひなべの店はあのー、行きましたひなべの店8月まで何予約取れないもう予約取れないのえ本当あ行けなかった福田行けなかったの <laughs> うっそ考案すごいね あの、渡部さんが教えてくれた火鍋の店、俺はその直後に電話して、サブちゃんの個室で撮ったんだけど、それ以降撮れないんだ。うーわー、すごいね。俺大学の友達たちと行こうぜ行こうぜとかって言っちゃってるけど、もう撮れないんだよ、よく。あ、すごいことになってんだね。あー、あのね、本当にただ俺もサブちゃんで、あ、だから俺サブちゃんで多分バレちゃうから、ついに。 さらに取れなくなるよ。だから9月取っといた方がいい、皆さん。あのー。<laughs> <laughs> ただ調べれはもう店わかるだけ、ね、簡単にね。でね、あのー、栗谷とかスタッフと行ったんだけど、普通にマジで美味しかったんで。うん。うん、まあ、よ、いい。まあ、ちょっとあれですけどね、その、少しくろうと好みかなとは思いました。あの、スパイシーで、いろんな薬膳が効いてるから。うん。と思ったがっていう、なサブちゃん、そうなんですよ。その、ン、 休め、痩せなかったらみんなで行くあの、火鍋に。あ、いいよ、いいよ。全然いいよ。あのー、それだったら別に、あの、なんつったらいいのだって俺みんなで食えるんでしょただ、サイト言ったからな。お前、俺と一回飯も、一回も飯食ったことないんだ <laughs> <laughs> そんなことある俺、俺ね、このあのー、本当にこれだけのね、リスナーの皆さん言いたいんですけど、 このラジオだけ聞くと、俺なんか本当は避けられてるおじさんになっちゃうんですよ。ただ、俺は毎回、いろんなスタッフ、なんだったら夫との若手とかからは、サ川ゴさん食い行きましょうよって言われて、行ってる方なんですよ。いや、俺行かないよって言ってて、誘われて行ってる方なんですよ、これ。このラジオだけなんです、スタッフが行ってくれないのは。<laughs> スタッフにはジョジョエン弁当がいいと思ってるよ、俺は。だって、行回来ないでしょ。俺、ドタキャンとかされるの本当嫌だからね。<laughs> 本当にうん、え当、ー、これ、あの、オープニングの、まあそ、そんな、その話なんですけど、もう一個ニュースがありまして、松丸アナウンサー、元テレビ東京のアナウンサーの松丸さんが、人力車に所属しました。テレビ東京を退治して、あの、おぎやはぎがいる人力車に。だから、ゴッドタンのレギュラーメンバーにテレビ東京の人がいなくなって、人力車2組、おぎやはぎ、劇団1人、あ、おぎやはぎ、松丸。で、太田プロが、劇団1人のろかよ、呂買かを。 でえー『ライジング・プロダクション朝日奈央』っていうことでテレビ東京の人がいなくなって演出の俺もテレビ東京じゃなくなったんであの <laughs> もうほぼテレビ東京の人じゃなくなってるんですよゴ <laughs> ッドタンで番組は <laughs> あのまあもちろんテレ東のプロデューサーも入ってくれてるけどねずっとねで俺ここでちょっとそのずっと最近思ってることがありましてあのーまあ、正直松丸さんのニュースも一月半とか二月前ぐらいちょっと出たじゃないですか で、俺の対象もさ、実はさ、数年前の話なんだけど、辞めるっていうのも、事例もらう前にも出てるニュースで。ね、昔ってテレビ局ってそんなことなかったと思うんだよな。あの、正直番組の終了とかも。番組の終了、まあまあ、あの、俺もここラジオで話せることと話せないことあるんだけど、それはなんでかっていうと、局が公式発表してないから。うん、番組終了とかって話せないことがあるんだけど、でもニュースには出てるじゃん。それってね、 昔はなかったの多分こんな構造の話をしてもあれなんだけど <laughs> まあ構造の話しちゃう,しちゃうんだけど昔はだいたい漏れるとしたらそのそのバータイムテーブルが世の中にあの内部のスタッフとかねあの番組を売るスタッフとかに全部セールスシートとかができてから番組の終了とかって漏れたんだよねそれはしょうがないじゃん売り始めるから番組新番組を売り始めたりするあと番宣をし始めたりするからね。 なのに最近終了とかアナウンサーが辞めるとか出るのすげえ早くね早いよね各局にやべえやつがいる <laughs> 誰かがリークしてるだから俺たちも最近はその本当に大事な話をリモート会議とかで話せなくなっちゃったねあのー、誰かがもしかしたらと思っちゃうから悲しい話なんですけどねっていうのがちょっとあるなーあー っていうその、うん、誰かの結婚とか,、ねうん、とかも漏、うん、れるようになってきてるだからあの正式に局が正式発表したらいろんなことを話せると思います俺も松丸は辞、まああのー、めること自体はちょっと前に相談されてたんだけどその時は、まあ、いろんな事情、あのーえー、お子さんが大きくなってきたとか旦那さんが競輪選手だから子育ても、あのー、さ絶対に週末はいないじゃんとかっていうのとかもありながらとかっていろいろ考えてたみたいよ でも相談されながら俺はあのー、まあやめてもやれるとは思うけどっていううんそれ何にしたいかに決まるよっつったらまさかの人力車自分で選んでるからだからもうで早くも矢作さんと人力車ライブの司会やるらしいからな <laughs> 人力車ライブの司会やるらしいからそれ見たいんだよね多分面白いぜ矢作さんと松丸でやる人力車ライブの司会うん。 えー、さあ、メール募集しましょう。今日のテーマは、上半期自分の PV1 位です。皆さんが上半期で一番見たものを教えてください。ホームページ限定じゃないです。景色とか現象とか何でも OK です。 受付メールアドレスは、さくマアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、さくマアットマーク、オールナイトニッポンドットコム、メールを送ってくれたり、17の中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼント、住所と本名をお忘れなく。さて、この番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町、日本放送第3スタジオのライブ映像とともに、同時生配信でお届けしています。 17のアプリをダウンロードして、オールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで、誰でも簡単に無料で見ることができます。オールナイト日本ゼロぜひ、17でもお楽しみください。では、ここで一曲、岡崎体育で、君の冒険。佐久間です。この時間、佐久間のブのオールナイト日本ゼロをお送りしています。メール来てます。ラジオネーム、お肉。佐久間さん大丈夫です。ドクターコルトをよろしく、自転車をフルに活用すれば、5キロぐらい余裕です。僕も40代ですが、健康のために自転車通勤を半年続けたら12キロ痩せました。 電動なんすよね。<laughs> 電動アシストなんすよ。電動アシストじゃなきゃ嫌なんですよ。<laughs> 作業場まで、いや、これほんと恥ずかしいんですけど、まあまあ、あの、乗って12、三3分です。<laughs> だ全然疲れないです。全然疲れないです。電動のことですけど。あの、うん、だって現代のことをいたら、現代のことを電動だよ、絶対。 伝動じゃない理由はないんだから。だって、あの、患者さんのところに早く行けんだから。<laughs> 俺の方が早く行けることよりだから。<laughs> えー、青森県ラジオネームもやし山。 先週50歳になったばかりのおじさんリスナーです。私は昨年体重を75キロから70キロに落としましたが、やったことは職場まで片道30分歩くことと、毎日の食事をワンプレート化することでした。年齢は理由になりません。口にした以上頑張ってほしいと思います。応援しています。なお、東方の身長176センチです。なるほどね。はいはい。わかりますわかります。はい。 えー、茨城県ラジオネーム水風呂80分。先週のバナナムーンで日村さんと大倉さんが自分たちの体重になると5キロぐらいはすぐ減ると言ってました。<laughs> なので佐久間さんも数キロ程度ならすぐ落とせると思います。まあ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 、そうかもしれないですよね。そのー、その、その、わかりますよ、皆さんの言ってることは。ただね、俺が一個だけ言いたい。あ、俺の気持ちも一つだけわかってほしい。 俺は今本当に、まあまあ独立してから、あのー、まあ、来た仕事全部受けて、まあ先週も、まあ特番の編集で3日間ぐらい作業場に泊まって編集したりしました。あのー、もう今飯食い以外の楽しみがないんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> それを、その、えー、海に浮かぶ部位のように、あの目標が、あれがあるから、まあちょっとここ2日ぐらい徹夜になるな、みたいな。 ああそういう生活を送ってるんですよ。昔はありました、もっと。ああ昔はありましたっていうか、別にそのもっと、まあ、あ、ないことはないんだが、結局今もう本当に、本当に仕事しかしてないから。ああなんですよ、これ皆さん。あのー、ジョジョエン弁当ケチってるわけじゃないです。ジョジョエン弁当なんてもうそんな。今出したっていいですよ。それも意味わかんない。<laughs> もう今もう出しても <laughs> いいですけど。<laughs> えー、ラジオネームオッポス。体重も測らないし、ダイエットも何キロ痩せるか宣言しないし、結局下半期の目標言ってませんよね。それそろそろバイト始めるからって言って、ワールドビジネスサテライト見て働きたい気になってた20代の僕と一緒です。<laughs> いや、だからすごいでしょ歯医者も。 好きじゃない。下半期の目標も言わない。<laughs> <laughs> なのに、見てください。そこそこ仕事で頑張れるっていう。俺は本当ね、怠惰な人間の、その、希望であるって言いたいぐらい、俺はもう、基本、そのダメなところがたくさんあるからね。<laughs> 別の目標、来週までに、来週まで考えるよ。いや、でも、もちろんその体重のことも考えます。確かに。あの、やっぱり、そうしますっていう可能性もあるんで、来週までしも持ち越しさせてください。 あのー、ただ明日、ちょっと俺は仕事もあるんですけど、フレンチ食べに行きます。<laughs> <laughs> はい、すいません。宿題ですからね。ええ。あのー、先週の話なんですけど、木曜日が急に空いたんですよ。えっと、日中、午後、13時から16時ぐらいまでが。それが、水曜日に分かったのね。だからラジオ始める前に分かったの。あの、一個仕事がなくなって。 で、その週に、まあ、先週ね、見たい映画が2つあったのね。1個がルックバック。それはもう絶対見たいなと思ってて、藤本達樹先生の短編漫画の映画化。で、もう1個がホールド・オーバーズって映画で、それがファミリーツリーとか、アバウト・シュミットとか、とにかく俺が大好きな、あの作品作ってらっしゃる名称のアレクサンダー・ペイン監督って方の新作だったのよ。なんだけど、その作品って、その大ヒットするタイプの映画っぽくないから、 早めに見とかないと、あの、か、な、あの、回数が減っちゃうなと思ってたから、早いうちに見ときたいな、と、大きいスクリーンのあるうちに見ときたいなと思ってたから、やべ、木曜昼空いたと思って。会議入れるのは、まあ、会議夜入ってるから、まあ、だったら映画見に行こうと思って、えー、で、二つ映画を予約したんですよ。ルックバックは金曜公開だったから、しかも1時間だから、まあ、撮れるなと思って、夜中に、夜に、その、ルックバック撮ったんですよ、金曜日。 水曜日にね、金曜日予約して。で、その後、ホールドオーバーズは木曜のその空いた午後一の回を予約したんです。で、どっちも検索したら、日比谷の東方シネマズっていうか、日比谷の東方シネマズで検索して、えー、み、あの、二つとも予約したんですよ。で、メール来てたから取れた。よかった、取れた、と思って、で、見に行こうと思って、で、すごい楽しみ。でね、 しかも、最近、俺映画見に行くときって無理やりのスケジュールにぶち込んでることが多かったから、ほんと飛び込みで予告の途中に入ってくみたいな。で、そうするとドリンクとかも行列で買えなくて、あの、最悪の場合は2時間水分なしとか、思ったより長くて3時間水分なしみたいなこともあったわけね。だから、持ち込みできないからさ。で、 あのー、そんなことがないようにしようと思って、余裕を持って劇場行こうと思って、で、先週のラジオ終わって、お弁当作って、本当はお昼にやんなきゃいけない仕事をもう寝る前にやってさ、で、えー、寝て、で、昼ちょっとだけ会議あったら、もうそれも順調に終わったから、すぐタクシーに乗って映画館行ったら、日比谷ミートタウンの4階ね、で、あの、東方シンデマーズ日比谷に行って、えー、10分前に着いたのよ。13時公開の。10分前ってことは予告が10分ぐらいあるから、本編まだ20分ぐらいあるじゃん。 ってことは、うわ、これ久しぶりに、これ今日はお昼も食べてないし、あの、夜に会食とかもあるわけじゃない。ってことは40代半ば過ぎたからやってなかったけど、フルコース行っちゃいますかと思って、えー、並んで、ポップコーン、ハーフハーフ。ごめんね、あの、ダイエットの話。<laughs> でもこれは、ダイエットとかの話出る前の話だからね。うん、ポップコーン、ハーフハーフ。えー、で、 ホットドッグ。それと、コーラの L <laughs> <laughs> を、注文しようと思って、で、まだ時間があるから、つって、平日午後だからそんなに混んでないから。だから、トイレ行って、で、モテ手洗済ましてから、並んで、ポップコーンセットとホットドッグとコーラの L を注文したんですよ。でも、まあ、平日午後だから逆に、店員さんが少なくて、ちょっと時間かかった。あと、前の方が慣れてない人もいて、あの、ご年配の方で。で、7、8分かかったけど、 で、そのセットが届いたのが13時ジャストぐらいだった。でも、あの、東方シネマズの予告って、まあ、大劇場の予告って10分から13分ぐらいあるじゃない。まあ、ミニシアターだと4、5分しかなかったりするけど。だから、まあ、13時ぐらいだから、まだ10分ぐらいあるから大丈夫と思って、で、あの、なんかあの、ブラックのトレイにね、全部乗っけて、持ったまま、スクリーンに向かう。で、ちなみに東方シネマズって今さ、二次元コードってのがあって、 予約するとメールで送られてくるから、その二次元コードでバーコードで入れるから、発見しなくていいんだよね。発見の手間が必要ない。で、えー、あ、そうだ、メールで来てるはずだからって言って、同、ね、あの、メールアプリで東方シネマって検索したら、まあ、来てた。二次元コード開いた。で、左に、その、まあ、ポップコーンセットとかを持って、右ね、スマホで二次元コードでチェッカー、あの、改札的なところにピッてやろうとしたら、通らなかったんですよ。あれと思って。 何回やっても通んない。えと思って。どういうことと思って、まさか、たまにやる、日付間違いをやっちゃったんじゃないかっていう。でも、日々や絶対場所はここかなんだよ。なんでかっていうと、その、俺、映画の、その、なんつうの、あの、上映館検索のサイトで、えー、場所を選んでから行くから。で、だとしたら最悪なんだと思ったんだけど、で、メールもう一回見直したら、ルックバックって書いてあったの。 要は、俺、二日間連続で撮ったから、木金撮ったから、あの、メールがスレッドになってて、最新のメールの方は、ルックバックだったわけよ。で、ルックバックだったから、あ、金曜日のルックバックの二次元コード出してたわと思って、あ、危ねえと思って、で、同じメールのスレッドで、もうさ、古い方見たら、ホールドオーバーズって書いてあったから、木曜13時。あ、これですと思って。今、13時2分。はい。余裕です。 じゃあ、二次元コード探しましょうと思ったら、二次元コードのリンクがなかったんですよ。え二次元コードのリンクあれ、ないな。ないと入れないですよ。東方シネマズはあるでしょ二次元コード。ピッて入るでしょリンクないな。え、予約番号は書いてあるな。え、予約番号で発見しなきゃいけないのと思って、その、東方、あの、ホールドオーバーズっていう映画が、70年代の映画を再現してる映画なんですよね。 あの、もうとにかく全部70年代のルックで、70年代の頃にあったいい映画を70年代を舞台にして再現してるっていう、もうルックとかも全部、画質も全部わざわざそういう風にした映画って聞いてたから、え、だから二次元コード使えないとかある <laughs> <laughs> 一瞬そこまで考えたのよ。テクノロジーとか使えないのかなって思ったのよ。え、ちょっと待って、ネット使えないとかあんのなんでじゃあネットで変えたんだよと思いながら。<laughs> 意味わかんないじゃんと思いながら。 でも落ち着け落ち着けと思って、店員さんも見てるから、あのスタッフの方も見てるから、一回外そうと離れようと思って、時間はまだあると。あと5、6分ある。で、もう一回予約メール見たんですよ。この度はご購入いただき誠にありがとうございます。チケット発見時には購入番号と電話番号の入力が必要となります。購入番号、ほにゃららら電話番号、俺の電話番号。で、作品名、ホールドオーバーズ。 えー、上映日2024年6月27日、時間13時0分、15時25分。はいはいはい。映画館東方シネマズシャンテって書いてあって、で、スクリーン1って書いてあって、スクリーン1だろうと思って。いや、大丈夫じゃんっ東方だろうと思って。パって見たら、スクリーン1が違う映画がかかってんねでね、よく考えた東方シネマズ日比谷ミッドタウンの1って500席くらいあるの。ホールドオーバーつってそんな映画じゃないの多分。あれと思って。もう一回メール見た。 コールドオーバーズ。2026月27、13時、東方シネマズシャンテ。シャンテって書いてあって。<laughs> <laughs> シャンテうわシャンテヒビアじゃないっていう。LF の人たちはわかる。これ、東方シネマズヒビアトラップっていう、なんかあるんですよ。これはね、一回説明します。あのー。 東京メトロ日比谷線日比谷駅周辺には東方シネマズって呼ばれる映画館が3カ所あるんですよ。1箇所目はミッドタウン日比谷内にある東方シネマズ日比谷でスクリーン1から11。これがもう一番有名なとこ、4階にある綺麗なとこ。で、もう1個は昔スカラ座とかミユキ座だった東京宝塚の劇場にある、隣のビルの地下にあるスクリーン12、13で、これ、これも東方シネマズ日比谷なのよ。これまずややこしいのね。 買ってから違う場所ってもあるんだけど、もう一個が、東方シネマズシャンテっていう、その、ミッドタウンから1、2分歩ったとこにあって、ヤムチャ屋さんの、あの、隣にある、名画座みたいな感じの、東方シネマズがあんのよ。で、それが全部同じ予約サイトで買えるんだよ。<laughs> で、俺は、ルックバックが先に買って、し、東方シネマズ、日比谷で買えたから、そのままの流れで買っちゃったから、俺は東方シネマズ、ミッドタウン、日比谷だと思って、買ったら、違ったんで、隣のあるって2、3分ぐらいの先のある、シャンテのスクリーン1だったの。そこは200とか300弱だから、まあ、ホールドオーバーズにぴったりなんですけど、でね、そん時にうわーと思って、 じゃあもう一回ミッドタウン出て、一、二分歩いて発見していかなきゃいけないじゃん。五分あるじゃん。五分しかないじゃん、逆に。やばいじゃん、と思って。で、行こうと思った時に、き俺、コーラとポップコーンとホットドッグ買ってるんですけどっていう。<laughs> コーラとポップコーンとホットドッグも買っちゃってんだよ。え これを持ったまま俺ミッドタウン出て日比谷の街歩くのと思って。マジで、え、マジで言ってるって。え、これ、映画館ポップコーンとドリンク、ほんと、え、俺映画館のポップコーンだけ好きでって言って、買ってる人じゃんって、なって、えー、と思って。でも時間がないから行くしかないと思って、行こうと思ったんだけど、その時に気づいたの。なんか、このトレイは持ち出しちゃいけない気がしない <laughs> その、 ポップコーンとコーラはいいよ。でも、あのトレイって返却するじゃん、絶対に。乗せてるトレイはダメじゃん、だから。だから、その、でも返却場所が中にあるから。中にあるじゃん。その、要は映画見た場所で改札通った先しか返せないんだよ。だから、その店員さんにの近づいてって、あの、映画館が間違えてて、そのー、 シャンテに行かなきゃいけないんで、これだけ返しますって、<laughs> 渡して <laughs>。で、でももう4分しかないから。で、ね、ミッドタウンの4階から出るのって結構時間かかるのよ。だからもう、ポップコーン右、左コーラ、で、ホットドッグはもうポケット。<laughs> もうしょうがないじゃん。ポケット。長財布と同じ。<laughs> <laughs> で、出始めたのね。出始めたんだけど、そんな見られるに決まってんじゃん。でね、あの、東方シネマズ日比谷っていうか、三ッ多タウン日比谷の構造がね、行った人は分かるかもしれないですけど、映画館にたどり着くために、いろんな店を見回ってほしいから、動線がま、ぐるーっと回らないといけないんですよ。 だから、俺、その、すべての店を、その、ポップコーンと、その、飲み物持って歩って、歩いてる人になって、しかも山盛りをで、落ちないようにしてるからね。おしゃれな店の前を。もう、なんつったのあの、映画が気に食わなくて出てきた人か、途中で。もしくは、あまりに映画が感動しすぎて、食べられませんでした。で、こう歩きながら、 なんだけど、もうエスカレーターあたりで、これこぼれんな無理だと思って。で、こぼれると迷惑じゃん。だからもう、しょうがないと思って。これは背に腹変えらんないと思って、ヘンゼルとグレーテルになっちゃうから、<laughs> おいね、怖い人に連れ去られるかもしれないから、ポップコーン置いていこうになっちゃうから、もうだからしょうがないと思って、トートバッグ入れたのよ、俺。自分の、うん、ポップコーンをそのまま、その、エスカレーターの前で。 ポップコーンをトートバッグに入れたの、皮の。最近買ったやつよ。<laughs> 入れたのよ。もうしょうがない。で、それだったら、エスカレーターではもう、こぼさないだろう。エスカレーターでぶちまけるのが最悪だから、からポトートバッグに入れながら、その、もうほんと爆弾を運ぶ人みたいな感じで、でもやっぱ左にどでかいコール持ってるから、俺。<laughs> で、それでもう名店を過ぎながら、日比谷出たんですよ。で、日比谷の駅前出たら、13時公開じゃない。でもその、 ランチ終わりのとてつもない人たちがいるのね。で、結構、うわーっと思ったんだけど、あと、もうその時点でスマホ見たら、あの時計見たら、もう2分前なんですよ。で、もう行って発見しなきゃいけないから、これもう一足しかね、うわーと思ってもうしょうがねえなと思って、これを走ろうと思って。で、持ったまま、もう1、2分ですけど、走りました。走って、シャンテついて、で、3回上がって、で、 ウィンターいたところにも発見場所があるから番号入れてる時にスタッフの方が、その飲み物とか持ち込み NG だからさ、多分俺持って左に持ってたから、あの、お客様って感じで近づいてたのよ。で、近づいてからおっと思って、あれなんでこいつ東方シネマズの飲み物持ってんだっていう、<laughs> <laughs> そのエレベーターから <laughs>、だからなんか見逃してくれて <laughs>。 あとなんか俺、トートバッグからすげえ甘い香りがするんだけどっていう、<laughs> ハーフアンドハーフのって、言うのが見逃してくれて、あ、これは東宝のやつなんで、つって、で、そのまま買って、で、座ったの。座った瞬間に、その、ホールドオーバーズの本編が始まったんです。間に合ったんです。俺は。間に合ったんです。だからそっからね、コーラを置いて、で、座っちゃったから一回。つぶりつぶりと登録を。<laughs> 出して、で、それをまず食べた後、トートバッグにぶちまけられたポップコーン一個ずつ、トートバッグから食べてる、トートバッグを抱えながら食べて、で、映画を最後まで見たんですよ。これあの、周りか隣の人は、こいつゴミ食ってた。<laughs> <laughs> で、家帰ってから、 そのトートバッグが甘い香りが取れないから、一回な、なんつうの、海行って帰りのバッグみたいになって、今もう完全に干して、で、今完全に乾くのも待ってるんですけど、あの、ただ、あの、ホールドオーバーザめちゃくちゃイーグルイーした。<laughs> <laughs> 魔くまゆきのオールナイトニッポンゼロ。 佐久間信幸です、えー。この時間は佐久間信幸のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。えっとホールドオーバーズはさっきも言いましたけど、あのー、ファミリーツリー、サイドウェイなどのまあアレクサンダーペイン監督の作品なんですけど、1970年代の全寮制の寄宿学校で。 まあ、気まじめで皮肉屋で同僚か学生から嫌われてるポールっていう教師がクリスマス休暇に家に帰れない学生たちの監査役を務める役になって、そんなポールと、なんかこう、学生のアンガスっていうのと、え、寄宿舎の料理長のメアリーっていう、自分の息子ベトナム戦で亡くしたメアリーっていう、それぞれ立場も異なる3人が2週間のクリスマス休暇を疑似家族のように過ごすっていうやなんですけど、素晴らしかったです。本当に。あのー、もう今年ベストかもしんないぐらいです。 ルックも映画としての佇まいも70年代で、本当に普通のいい映画で、こんな映画なかなか、昔はあったのかもしれないけど、なかなかないよなっていう、さりげないけどいい映画で、なんか仕掛けとか衝撃作、号泣の展開じゃなくて、なんか、こんなにいい映画が見れてラッキーで、 でも大事な箱に持って帰って何度か思い出すようなっていう感じの作品で、失った者たちがそれでも失わないものとか、それでもまだ取り戻せることとか、愛と誇りとモラルとか、そういうものを愛すべき生き生きしたキャラクターが悩み勇気を振り絞り、振り絞り選ぶ、なんかその瞬間の感動に震える作品ですね。あと同時に教育の話でもあって、なんかこれはなんか人に伝えるとか育てるのはどういうことかなっていうような作品で本当に素晴らしいですね。 えー、メール来てます。ラジオネーム、おつな。電動チャリだから、コトー先生より先につくと言いましたが、患者さんのもとに先について何ができるんですか <laughs> 野暮だとは思いますが、気になってしまいまして、ごめんなさい。佐久間さん、あなたに何ができるんですか <laughs> <laughs> 確かに、コトー先生より、俺、行きますわ <laughs> 先について、病人を見て、<laughs> 今からコト先生来るんです。<laughs> そんなこと言うなよ。<laughs> あんたに何ができんだ先ついてって。<laughs> ああ、ちょっとめちゃくちゃ面白かったな。<laughs> えー、ラジオネーム、チンカイと親分、ドクターコトーの主人公、後藤健介は、大の運動嫌いであり、不摂生がたたって隠れ肥満だそうで、あれで、あれで腕が悪かったら最高に情けねえ人間だな、と言われてました。隠れ肥満どころか表肥満で、医療技術も持ってないドクターサク。 あなたは何が取り入れるんですか <laughs> いや、わかんない。言ったらさ、まあ、あのー、俺もドクターサクが、あのー、なんだろう、面白い VTR を作れますんでっていう島、島で、島で、俺島で面白い VTR 作れます。島民を集めた企画とか、<laughs> レクリエーションできます。っていうのありますよ。ドクターサクだって。<laughs> えー、ラジオネームプレミアムゴールデン。家の近くに美味しいイタリアンレストランができて、上半期はそこのニンニクとアサリの風味が最高のバランスなボンゴレビアンコを週一のおにりピシティいて、最終は、最近は店に入ったらイタリア人店主から片言で、ボンゴレと聞かれるまでになりました。わ <laughs> <laughs> かるわかるわかるよね。俺も、その、いくつかの中で、これは、この店はこれって決めちゃう方なのよ。だから、あのー、 最近はそんなに、まあ、たまに2ヶ月に1回行くと、その、そこのバジリコだけ食べる。あ、ジェノベーゼか。ジェノベーゼだけ食べる、その、イタリアンがあるやんサンフさんマジで2軒目に来て、ジェノベーゼだけ食うのやめてもらっていいですかって言われてるぐらい、いや、うちラーメン屋じゃないんでって言われる。言われるけど、ジェノベーゼだけ食う店とかあるもんな、俺。うん。えー、ラジオネーム、石子 僕の上半期プレビュー1位は姫路城です健康のため夜な夜なランニングを始め家から姫路城まで往復でちょうど 10km 実際走ってみると積雪や桜新緑など季節折々の姫路城が見れたり時々何かの火で赤や緑などいつもの白とは違うライトアップが見れたりと毎回楽しみながら走れていますああだから皇居とかも走る人ってこういうことだよね でも、乱に目覚める人って、やっぱ、俺の周りにもたくさんいるね。一緒に仕事したことある劇作家の方とかも、なんか、その方はアップルウォッチ的なのを買ったのをきっかけにとかっていうのが多いけどね。うん。城とかに興味あるかもうないです。いや、行ったら見るよ。行ったら見に行くけど、あの、城をわざわざってことはないです。あのー、もう、土地土地の飯。土地土地の飯です。<laughs> 山口県ラジオネームソル。私の上半期 PV1 位はフリーマーアプリです。欲しい本が通販にも古本屋さんにもなく、毎日のように、いや毎日、朝昼晩と検索ワードを変えてはその商品を探し続けておりました。うわ、わかる。一度だけその欲しかったものが売り出された通知が来たのですが、私が見るのが遅かったせいで5分前にソールドアウト。7月に入ってもフリーマーアプリやオークションサイトを見て探す毎日です。あ、本ね。 本って、もう最近さ、もう、あの、再販されない本もされないもんね。わあまあ、ちょっとわかるわ俺も昔のなんか漫画とか、あの、再販本じゃなくて欲しいとか、あるじゃない。俺、アキラがないんだよ、だから。昔のアキラがもう。あのー、多分昔一人暮らししてた大学生の頃に、歯抜けになってんだよ。で、もうないのよ。だから新しいやつしかないのね。 でもドームとか、大友克洋先生の漫画もなくて、ドームとかを買い直したんだけど、その、オリジナルじゃないわけよ。もう、あの、再販本の、ーゴーアブになってるわけ。やっぱ、そっちが欲しいなと思っちゃうしね。作業場に置きたいじゃん、やっぱ。昔のアキら。<laughs> <laughs> 昔のアキら置きたいよね <laughs>。え杉並区ラジオネーム、るかなる花粉症。 僕は上京したての頃、ブルージャイアントを見るために、東方シネマズ日比谷に行かなければいけないところ、間違えてシャンテに行ってしまいました。な、これはブルージャイアントを甘く見てたね。ブルージャイアントは、あの、そんなに、なんつったの大々的なアニメっていう感じでやってなかったで、ね、プロモーション、その頃は。シャンテサイズかなと思ったんだよね。<laughs> で、ついてすぐはやっぱ東京って小さな映画館でセンス出してんだなと思ってましたが、開始5分前に気づき大焦り、ミッドタウンを爆走してるときはあまりの恥ずかしさで、実家の母親に助けを求めようかと思いました。うわぁ、わかる。<laughs> その逆もあんだね。だ俺さ、シャンテとの間違いは本当に初めてだった。たぶん、ルックバックと予約抑えちゃったからだと思うんだけど、宝塚は時々やるよね。やったやった。うん。あと、丸の内ピカデリーも、ドルビーシネマだけ別ビルなんだよね。 そうなのよ。あの、いい音でかかるドルビーシネマっていうんだけど、丸の内ピカデリーの中にないのよ。別のビルの中の途中にあるみたいのがあるんだよね。日劇あった頃。うん、<laughs> あった頃、別ビルだったのよ。それで同じような失敗したことある。頭見逃したことあるもん俺、俺、うんえー。では、明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘いラブレター。えー、1枚目、ラジオネームチーズパルフェ。 午後一のプール授業を終えた後、文化人芸能人が1時間限りの特別授業を行う。疲れ切った学生を前に、誰が一番面白い授業を繰り広げるかを競う企画。誰も眠らせてはならぬ、ああこれはでも、普通になんか、な、なんつうの、あの、バラエティ番組の中のいいワンコーナーでやっても面白そうだけどね。これ、なんか普通に企画でやってもいいかな。自信ないな。 中高生のプール終わりなんてね、もう、でも確実にあったわけだから、その時の先生たちって対策してたのかね。なんかね、だって分かってるわけじゃん。体育でプールの後の、俺こぶんだとかって。絶対寝るじゃんと思った時とかってあったかななんか対策してたのかなちょっと面白いですね。いいですね。はい。えー、岐阜県ラジオネームデレーケ。 プールの時に浴びる。やたら冷たいあのシャワーが、学生から何と呼ばれているか、正式名称は何かを調査する。地獄のシャワー調査って。俺なんて呼んでたかな小学生の頃とかは修行って言ってたような気がする。うん。修行だよとかって言いながらやってた記憶があるなあの、キンキンに冷たいやつ。地獄シャワーが多いんだ。へえ俺は修行って言ったけどな、地獄シャワーか。あなるほどね。 斎藤は斎藤とか何て言うんだか修行あ、やっぱそうでしょあのー、どうですかえ地獄ミキサーチームは地獄 <laughs> <laughs> 地獄なんだ。地獄って、ああ。富山県ラジオネームヤナトラマン。バター足やバタフライで上がる水しぶきで問題文を隠し、相手チームの回答を妨害するクイズ。爆飛車水しぶきで妨害クイズ。 いや、バカ食いつすぎるだろ。<laughs> <laughs> 足ひれつけてね。ああ、いいじゃないですか。えー、続きまして。えー、東京都荒川区ラジオネーム、三下りパン。水の中には入ることなく、屋台で食べ物を食べたり、敷地の中を歩いて雰囲気を楽しんだりするだけで帰る。プールの年パスグローと。<laughs> いや、ちょっとこれ、でも、バカバカしいと思いつつ、俺、なんか、 高校の頃とか市民プール行ったら、友達に会いんだきてるおじいちゃんいたからね。うん。入らないで友達によ、よよくいるけど全然入んねえなっておじいちゃんとかいたもん。あ、う、あ、ん。だからそれはいるかもね。普通に。<noise> えー、愛知県ラジオネーム、モータードライブ。プールの授業で水泳帽をかぶった時にできる。隙間からはみ出たチクチクの髪の毛を再現したガチャガチャのおもちゃ。無限チクチク <laughs>。 は懐かしいっていうか、よくそのあるある思いついたな。あったな。あのね、小学生がかぶる水泳帽のためだけから、あとは絶妙に短い小学生だからこそのチクチクね。俺たちの髪の毛の長さはならないけど。うん、わかるわ。えー、東京都北区ラジオネーム、藤井菊一郎。 プールから上がって片足ジャンプしながら耳に入った水を出したとき、その水の冷たさで自分が人間ではないことを再確認する。ターミネーター <laughs> いや、ちょっと待って。え逆に暑いんじゃないのその水冷式でそんな冷たい状態で出てるそんなその、なんつうのあの、あのーあのー、ウォーターサーバーみたいな機能ないでしょ、別に。冷たいのかな、しっかり。あー あれ、ぬるく、ぬるくて驚くでしょうん。大体。プールの時はね。でも、その、逆に暑いんじゃないかなうん。うん。ラジエーターとか冷やしてるから。うん。えー、神奈川県ラジオネーム哲学スノブ。25メートルプールを泳ぎ切った一人の老人が、プールサイドに寝そべり、天井を遠い目で見つめながら、ああ超気持ちいい、とつぶやいて終わる。 映画、北島康介のラストシーン。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、いいね。<laughs> いいね。<laughs> それでエンドロールが流れる。あ、でもちょっと待って。冒頭のシーンの可能性もあるね。老人が知らないのだ、老人が泳いで、なんだこの老人早いなと思って座って、ああ、超気持ちいいって言って、あ、 これ北島康介だってなった瞬間に小学生時代に戻るみたいなのもあるね。それもあるわ。ラストは何も言えねえ。<laughs> その場合はね、その場合は、超気持ちいい始まり、ラスト何も言えねえっ。終わりね <laughs>、えー。東京都ラジオネーム前年投手選手コピーマン。サイド走らないでねと関心に注意されるサッカー元日本代表の長友。 いや、そんな、走っちゃうのプールのあそこも駆け上がっちゃうの上下どうすんの絶対いけないやつじゃん。<laughs> 子供の頃はやってた、やってたかもしれないけどね。ああえー、東京都北区ラジオネーム藤井菊一郎。プールに入る前に、これっていきなり水に入っても大丈夫ですか取り返しのつかない要素とかありますと聞いてくる攻略サイトを見ながらゲームするタイプの人。<laughs> ああ、まあまあまあ、わかりますわかります。あのー、いますね。<laughs> <laughs> こういう人はね、あのー、怖い映画とかも全部ネタバレサイトを見てから、犯人が分かってから見るタイプも、<laughs> 俺いたんだよなーサスペンス、犯人見てから、じゃないと見れないってタイプの人、大学時代に。それは、俺ホラーは苦手だからそんな見ないが、でも見るときはネタバレなしで見るじゃん。もう 一番恐ろしかったのは、誰が殺されるとかが怖いから、サスペンスが、ネタバレサイト見なきゃ見れないって人がいたのよ。それは、それはすごいよね。うん。で、俺、あのー、推理小説も毎回お、これ面白いよってその友達に言うと、あ、あの、全部教えてっていうの。犯人まで。ネ、ね、タ、多分 <laughs> そしたら読むっていうのよ。すごいよね。そういう人いた。うん。 え、本日は以上今週のベスト企画メールは、いや、でも今回これかなえー、神奈川県ラジオネーム哲学スノップ、ああ、超気持ちいいと呟いて終わる映画北島康介のラストシーン、こちらにお送りしまーす。 えー、このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております。詳しくは番組 X をご確認ください。そしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に今週は健康思考チョコセットをプレゼント。明治のチョコレート効果カカオ72%チョコレート効果カカオ86%オリゴ糖ミルクチョコレート50オリゴ糖ミルクチョコレート100すべてをセットにしてプレゼント。毎日のチョコレート習慣をお楽しみください。商品の到着には1ヶ月ほど時間をいただく可能性があります。 ご了承ください。さて、来週のテーマは、ラジオです。7月12日は、ラジオ本送法の、本放送の日だそうです。もちろん、明治のチョコのプレゼントもございます。企画書をお待ちしております。受付メールアドレスは、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマアットマークオールナイトニッポンドットコム、メールの件名にラブレーターと書いて送ってください。ここで一曲、あいミョンで、会いに行くのに。何入るのおじどの、おじどの, <laughs> <laughs> のやつ。<laughs> えー、メール来てます。ラジオネーム保育士さん。旦那が教員でプール指導もしています。プール後は国語や歴史など話が長くなる授業は避け、理科の実験を組み込んだりするそうです。へえ、ー。なるほどね。だからやっぱもう学校側も考えるんですね。体育の後には、その、立ってやるようなことがいいようにっていう。ああ、なるほどね。へえ、ー。いいこと知れたな。いろんな人が聞いてるな。ラジオネームタイマイ ドクターサックは無免許のテレビプロデューサーで、クライアントには法外な金額を請求するものの、その腕は一流です。あと、島一番の嫌われ者です。<laughs> 待ってくれよ。なんで嫌われ者の設定乗っけるんだよ。<laughs> マスゴミって言われてな。<laughs> ああ、そうなのか。無免許のテレビプロデューサーだから。だから、あの、 小学校で流す VTR とかそういうのもすげえ金額言うんでしょでも最高のもの作るんだよ。ほんと感動できる。最後まで泉谷しげるは俺のこと嫌いなんだよね。<laughs> でも泉谷しげるのが、もし漁領長が亡くなった時の VTR 作んのは俺なんだよ。泣きながら。泣きながら。あの漁領長の最高のさ、笑顔とかも俺が撮ってたんだよ。だって <laughs> <laughs>、えー。えラジオネームガグビー。 ドクターサク、島のレクリエーション担当ならドクターに乗る必要なくないですか <laughs> 確かにね。<laughs> ドクター、ちょちいディレクターなのよ。<laughs> D は D なの。<laughs> うん。ね、いや俺 D サクって言ってたのに、島の人たちが勝手にドクターって最初勘違いされたのよ。 なんか今回も新しいドクターが来るらしいと。D サクマって書いてあると。D サクってなってたのに、俺はディレクターだったの。だから島の勘違いです。島の勘違いでドクターサクって呼ばれるようになったっていう設定です。<laughs> D サクですから。俺は。<laughs> <laughs> えー、京都府、京都市ラジオネーム、ニートのニット。 僕が上半期にたくさん見たのはバイトのシフト表です <laughs>。1月から飛ばし気味で103万を意識するほど頑張ってました。あ、あの、税金ね。うん。しかし4月から店長が代わり我慢していたのですが、が限界に達し辞めてしまいました。あの、なんかいいバイトないですか <laughs> なんかいいバイトありませんからって。あ分、まあ、わかるまあ店長代わってもうね、途端に辞めたくなる時ってあるもんね。うん、まあまあ、俺もどことは言わないけど大学時代あったよ。 うん、あ、言ったよね、このラジオでもね。言ってないかな。バイトで入って3日目ぐらいで店長が変わって、たまたま変わる時だったんだけど、その店長が変わったタイミングかなんかで、全員バンダナをつけなきゃいけないっていう、その <laughs>、バンダナをつける、なんか、ような指示をされて、その、女子は首、男は、 あの頭パンダな。で、なんかそれがほんと、まあまあ、二十歳前後の俺にはすごい耐えられなくて <laughs>、やめちゃったんだけど、なんかわかんないんだけど、なんだったんだろうな、あれ。えー、神奈川県ラジオネーム、レンコンメリケンサック。僕の個人的上半期 PV1 位はダンボールです。 春に14年ぶりの引っ越しをしたんですが、服や本などだいぶ断捨離してから荷造りを始めたはずなのに、お前らどこにいたんだよと思わず突っ込みを入れたくなるほどの物量の荷物がありました。ああ、まあね。なんとか無事引っ越しはできましたが、もう当分段ボールは組み立てたくないです。ああ、まあまあわかるわー。なんか、引っ越しの時ってさ、その、そんなにあったっけっていう量うに結局なるもんね。 で、引っ越しの時に、あの、俺もちょっといろんな聞きたいんだけど、その、昔の CD とか本当、特に CD どうしてます捨て、捨ててますもう。それは、俺まだ悩んでんだよなだから、俺は、ま、随分前にさ、引っ越してから子供ができてずっとある程度同じマンションだから、あんのよ、昔の CD とかもね。それとかが、あの、掃除するたんびに、どう、どうしてるっていう。で、まだ捨てらんないから全部あるんだけど、うん。 それ悩んでる。あでも、ま、あそういうのあるよね。えー、引き続きメールお待ちしてます。受付メールアドレスは、サクマットマークオールナイトニッポンドットコム、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムです。ここで一曲、銀南防一で漂流教室。 佐久間間ののオールナイトそそろそろおお別れのお時間です今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができますなお Spotify では本日の放送分だけでなく過去の放送アーカイブも独占配信されておりますので過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください17では番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧ください えー、メール来てます、えー、ラジオネームジャイアント・厚彦間違えやすい幼虫映画館で言えば渋谷のシネクイントもありますうわーある渋谷ロフト横の映画館がシネクイントで渋谷パルコの8階にあるのがシネクイントホワイトでそうなんだよ <laughs> この2つの映画館の移動距離はシネシャンテとミッドタウン4階よりも遠いですそうなのよシネクイントホワイトってさあれだっけそんな最近ちゃ最近だっけだよね昔シネクイントだけだだけったもんねだから 俺知らなくてホワイトと思ったもんねあとあのー、ヒューマックスシネマと渋谷のヒューマックスシネマとヒューマントラストシネマね <laughs> <laughs> どっちも HU から始まるやつそれも間違えるんだよなえー、ラジオネーム「大イ,マイドクター・サクが住む島の住人はドクター・サクをどうにか島から追い出そうと夜な夜な交代で小石をサクの寝室の窓に投げているそ でもねはねは大丈夜な夜なね編集してるからなん耳をつけてね気づいてないんです嫌がらせに住民の嫌がらせにでも最終的にそんな住民も感動するような VTR ドクターサクラ作るからね、うん、でそん時に分かるんですよ失ったものの大きさに <laughs> いや待ってくれよ俺孤島でさ あのー、イベント用の V とか撮りたくねえぜハ <laughs> 急にそんなの嫌だよ俺電動アシスト自転車で、ね、走り始めて掴んでいくみたいな <laughs> 機材かごに入れて古いデジカム <laughs> ああいや今日面白かったないろいろいやもう本当にねシャンテとね日比谷はね 初めてのミスだったから本当に恥ずかしかったですねあとねあのさっき話し忘れたんだけど俺ホットドッグがチーズが入ってるホットドッグだったのよだから俺ジーンズにあのチーズが漏れてたからあと絶ジーンズも洗ったっていうのもありましたけどねっていうのがあったらまだ、あ、まあ皆さんお気をつけください えー、ルックバックもね本当に非常に映画いい映画だったんだけど今回ホールドオーバーさん話したんで来週ルックバックの話なったけど、ね、でも皆さん、ルックバックね初期得点のそネームもうすげえいいから早めに手に入れた方がいいです、おすすめですやろうども、港に別れを告げろよそのテレビプロデューサーの佐久間宣行でした。